初めて見る方も多いと思うので、早速自己紹介をしていきたいと思います。はい、中学2年生の和樹と申します。よろしくお願いいたします。今回、この会場で初めてストロベリームーンというこの八戸のアイドルユニットを見る方も多いと思いますが、今日は皆さん一緒に歌とダンスで盛り上がりたいと思いますので、一緒にぜひ応援して楽しんでください。よろしくお願いいたします。次はアイラちゃん。はい、中学1年生アイラです。私のチャームポイントはもちもちのほっぺです。お、今日は間違わないように頑張ります。応援よろしくお願いします。今回こうやって2人揃ってストロベリームーンでこの二戸ライブするのが初めてなんですけど、実は私が11月に生バンドで歌ってみようという二戸で行われた企画がありまして、その中で1曲歌わせていただいたんですけど、それを機に何度か二戸の方にはお邪魔させていただいて、ちょっと遊びに来ることが多くなったんですけど、いつかはこうやって2人に揃ってライブがしたいなと思っていたので、本当に今日はこういう形でライブができて本当に嬉しいです。皆さんありがとうございます。で、このイベントのオファーをしてくださった方が浄法寺の猫ちゃんが私たちにオファーをくださったので、今日は感謝の気持ちも込めながら皆さんに元気とパワーをたくさん届けたいと思いますので、皆さんお時間がある方は最後までご覧ください。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは1曲目を聴いていただきます。この曲は私たちのオリジナル曲です。聴いてください。ツインストロベリーズ。
やって歌を通して南部弁の魅力を少しでも身近に感じて知っていただければ嬉しいと思います。それでは聴いてください。
回はちょっとなんか素敵なコンビでちょっとライブをやらせていただきましてありがとうございます。ありがとうございます。と猫ちゃんは本当にリハーサルの時にちょっと踊りを見たぐらいだったので、ちょっとこんな完コピーできるとは思ってなくて本当に素晴らしかったと思います。本当にもう猫ちゃんに拍手です。お願いします。